この池の周りもずっと歩けるようになってんねんな。なかなか風情がある建物や。丸窓の。はいはい。はい、あ、ここは入られへんや。あれは変わった建物だ。うん、これを言うてたよ、風情のある建物やなと。丸窓のある家。背丈を低く押さえとかんとな、隠れてしまった。見えなくなっちゃうね。うん、ああいうの、羽が一本もないじゃないですかね。バインって言うとね。はいはい。あ、外かは、これ、有名やな。ちょいちょい、その右の方にあった。大きいやつ。こっちから。ああ、うめ。うん。よう昔からここを公園として残してたな。川がこれなら公園かな、やろうと思うけどな。猿沢の池の方へ繋がってるんやろか。
かの古墳かな。あそこの土持ってるところ、いけるわ、このまま。